皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大谷翔平選手の超レアな室内打撃写真が公開されました。また、食事しながら注目する同僚の姿もあります。ファンは、おかずにしている、贅沢だな、などの反応を寄せていますが、一体誰が撮影したのでしょうか。調べていくと、ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が9日、日本時間10日、インスタグラムを更新したことにより、その撮影者が判明しました。先ほどの大谷翔平選手が室内で打撃練習を行う貴重な写真を公開しています。大谷選手は普段打撃練習も室内で行うことが多く、その姿が見られることは珍しいといいます。至近距離でスタッフが投げたボールを大谷選手が打ち返している様子がわかります。しかし、その後方には食事をしながら熱視線を送る同僚の姿も見られました。レアな写真はファンからも反響を集めました。SNS にはめちゃくちゃレアな写真、後ろからの大谷選手も絵になる、大谷のバッティング練習見ながら飯食うって贅沢だな、おかずにしている人いますね、などの声が寄せられていました。8日のカブス戦、中断中に室内で使用したクリケットバットも話題となったのですが、この写真は普通のバットを使用しており、クリケットバットじゃないですね、と反応するファンの声もありました。今、大谷翔平選手は水原一平氏の代わりに遠征スキーの新妻真美子夫人が支えています。全米ツアー計画もあるそうで、愛犬デコピン、世話係の行方も気になるところです。なかなか調子が上がってこなくて、焦る気持ちと早く打ちたいという気持ちを我慢しながら自分のスイングをしようということに努めてきたので、なんとか一本出てよかったかなと思います。日本時間4月4日、待望のドジャース1号を放った大谷翔平選手、長い苦しみの末にようやく飛び出した初アーチに安堵の表情でした。それもそのはずでしょう。満を持たしてドジャースに移籍したものの、出足から元相棒の大スキャンダルによりくじかれた格好となりました。そんな中、サンフランシスコジャイアンツ戦で右中間席への特大のホームランを放ちました。開幕から9試合41打席目でのシーズン初ホームランは大谷選手にとって自己ワーストでしたが、日本時間4月6日のシカゴカブス戦でも2試合連続のホームランを放っています。調子を取り戻してきているようです。この不調には誰よりも信頼していたはずの人による裏切りの影響もあったことでしょう。というか、見ている日本のファンでさえもそのように容易に想像することができます。精神的な面の不調はどんなに技術が素晴らしくてもそれを凌駕します。一般人では立ち直れないほどのダメージであるはずですが、そこはさすがメンタルも相当強靭である大谷選手。あっという間にホームランを打ってしまっています。おそらく今までのような楽にということではないと思いますが、少なくともご本人もほっとしていることでしょう。韓国での開幕戦を戦った後、通訳を務めていた水原一平氏の違法賭博問題が発覚しました。まさに寝耳に水であったことが、その後の経過によって明らかになってきました。さらに水原氏は多額の借金を抱え、その返済のために大谷選手の口座から送金していたことが分かりました。大谷選手は、メンタルを言い訳にしたくはない、とコメントしていましたが、一連の騒動の影響が全くなかったとは言えないでしょう。むしろ影響があった方が正常な人間であり、そうでなければ、それこそ超人だと言わざるを得ません。通訳という役職を超えて大谷選手をサポートしてきた水原氏を失ったことは、シーズン中の生活にも影響しそうだと当初から見られていました。大谷選手はコンディションを整えるため、遠征先でもめったに外出せず、ホテルで過ごしていました。昨年、ニューヨークのおすすめスポットを聞かれ、一回も出たことがないのでわからないです、とコメントしているほどです。それらの発言はファンや報道陣を驚かせました。遠征中は水原氏が24時間体制でサポートしていたとみられますが、新通訳のアイアトン氏が同じような役割を担うのは難しいでしょう。これは当然です。水原氏が担っていた業務は大谷選手にとってかなり大きいものでした。ただ、水原氏に代わってサポートする新たなパートナーが大谷にはいます。それは2月に結婚発表をした真美子さんです。真美子さんは
富士通レッドウェーブで現役のバスケ選手だった時に、遠征は楽しいので好きと話していました。愛犬のデコピンがいるとはいえ、大谷選手が遠征で家を空ければマミコさんは一人となります。夫の遠征先についていくかもしれません。妻同伴で回ることは大リーグでは何ら珍しいことではないそうです。そこが日本と異なるところですが、先生付きのマミコさんがそばにいることは誰よりも心の拠り所となることでしょう。一方、やはりといったところも出てきました。大谷翔平選手の妻マミコさんに群がるアンチの存在があります。開幕9試合41打席目で待望のドジャース1号。これは先ほども触れましたが、ネットニュースでは号外が出されました。確かにそれまでの開幕戦は安打が続き心配されました。昨年日本人選手として初めてとなるホームラン王に輝きながらも、プライベートでのごたごたが理由か不調が続いていた大谷翔平選手でもありました。今季の大谷選手は開幕から自己ワーストとなる40打席不発。専属通訳だった水原一平氏が3月21日の開幕第2戦を前に違法賭博などの問題で球団を解雇となっていました。その後はオープン戦も含め本塁打が出ていませんでした。昨年は連日のようにその活躍が伝えられ、1000億円を超える超大型契約、続いて発表された結婚、世はまさに大谷フィーバーとなっていました。全く熱愛報道などがなかったこともあり、アスリートとして超一流選手となり、そして超お金持ちにもなった、あの大谷選手が誰と結婚するのかというような余計なお世話すぎることが話題やネットニュースになっていました。そんな中、自ら結婚を発表しました。またそのお相手が芸能人やアナウンサーなどでなかったことがらしい、よかったと喜ばれたのです。大谷選手ならそのような堅実な判断をすると思っていた人もいましたが、一方でそれは職業差別だと声を上げる人もいました。しかし結果的には大谷選手のお眼鏡にかなった相手は人格的に素晴らしく、ましてや美人であり、前面に出るタイプではないことも大谷選手とお似合いだという声に変わっていったのでしょう。そのイメージはやはり大谷選手自身が醸し出す真面目さが起因していると思われます。しかしあまりにマスコミが騒ぎ立てたことで、一部では大谷ハラスメントなる言葉も生まれました。試合での活躍を報じるならまだしも、飼っている犬やプライベートまでニュース番組で伝えられ、それがあまりに過剰でもはやハラスメントだというのです。それら日常の様子を喜ぶ人もいればそうでもないということなのでしょう。しかしそれでもフィーバーは続き、結婚後は妻マミコさんフィーバーも加わった格好になりました。飾らないルックスやファッション、ブランド物をこれ見よがしに持つのではなく、比較的安価なものを身につけていたことなどから多くの人の共感が集まりました。少なくとも日本人の大多数の心にはマミコさんの人柄が一瞬で見抜けたのではないかと思われます。しかしそんなフィーバーも潮目が変わります。ご存知、一平事件です。愛憎は紙一重、愛多ければ憎しみ至る、可愛さ余って憎さ100倍、など愛が転じる言葉は数あれど、メディアによる大谷ハラスメントではなく、 SNS やネットでは大谷夫人へのハラスメントと言える声も一部で上がるようになりました。大谷の両親は一般席で観戦していたのに自分は VIP 席、行き帰りは大谷の運転って何もできないの、スイートルームで犬とのんびり野球観戦いいな、たこ焼きに2000円とか、奥様会の交流する気ゼロ、一平の方がよっぽど尽くしていた、などおよそ現実を見たことがない人がただ言い放っている妄言に過ぎないのですが、一定程度そのような反応があるのは事実のようです。いかがだったでしょうか。今回は田中真美子さんについて見ていきました。今現在の日本社会のネット環境は、往々にして持ち上げるときは持ち上げて、落とすときは徹底的に落とすという風潮があります。結婚を発表した直後に専属通訳の事件が明らかになったタイミングでもあり、いわゆる男の運気を下げる女性的な言葉も見られます。所属チームにおいて選手の両親と妻ではその扱いは違いますし、本拠地と別会場でも違う。
多くの選手の妻が同じように感染していますからね。まだ解決していない事件で、大谷選手の関与も疑われている状況にあり、その矛先が妻にも向いてしまっているのか。この時代、何をやってもアンチは生まれてしまうものですが、と関係者は語ります。どんなルックスで何を身につけ、何を食べていれば批判されないのか。この時代、おそらくその答えはないと思われます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。